習慣になるのでこんな感じになります。イメージで弾いてる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 、これが、現在普通形です。これが現在普通形ね。そうですか、なるほど。なんか状態同士の時は若干違くて、俺何先生だっけ。それってさ、出てきさずっとしてんじゃん。だから、動作同士の時はまあこれずーっとなんだけど、まあ今回あ状態同士の時はずーっとしてるんだけど、まあ今回ここで次、現在進行形ってどこだっけ、場所で言うと今、そう現在進行形っていうのはここですだよ、うん、で例えば状態同士に現在進行形がない理由っていうのは、状態の場合はこうバーってやってるからここ重なってるじゃん、うん、今も俺名前してるでしょ、昨日もしてるでしょ、ずっとしてるでしょ。そうだからあえて今だけやってるとかいうのを強調する必要がないじゃん。そうだから現在進行形は状態同士では基本的に使わないよっていうルールがあります。状態同士では使わない。あ、でもこれも動作同士って書いておこうか。で、現在完了はイメージで言うとこういう感じです。ドン、ドンって感じ。現在完了。現在完了っていうのは、例えば経験なんかとか完了とかとに過去のことを言ってるんですよ。なんだけど過去普通形とは違う理由は、ここ現在にドンってぶつかってるから現在完了。現在わかる。例えば俺昨日飼ってた犬が死んじゃったんだって言うとするじゃん。と、ああ過去のことね、今は関係ないのって思わないでしょ。きっと今も悲しんでる感があるじゃん。そして過去のことが今にこう影響を及ぼしてる感を出せるのがこの現在完了で、これは日本語にはない用法なの。日本語って曖昧なの。例えばこれが、いや10年前に犬が死んだんだよねって言ったらさ、そんなに今に引きずってる感ないでしょ、きっと。でも昨日だったら引きずってる感あるじゃん。でもどっちにも犬が死んじゃったんだよねって同じ言葉で表現するから、日本語の人は、日本語の場合はそれいわゆる空気を読む的なでしょ、うん、あ、この人も傷ついてるのかなとかさ、そういうの観察しないといけない。でも英語の場合はもう話者、話し手が分けてくれるんだよ。現在完了使ったらもう今に響いてますよ、過去だったらもう今は関係ないです、ね、そう、とても便利な言語。そんなこのドーンって感じを学んでいきましょう。で、ちょっとなんだろうな、うん、今これゆっくりちょっとこの辺から一個一個一個見ていくんだけど、うん、結局ドン、ドンの予報であると結局ドンなんですよ。現在にドンってなってなかったら絶対過去でいいじゃんって言いました。かかわずになんか
やってるには理由があるそれぞれ、うん、ってことですね。まあいきなり言われても難しいと思うんで、まずこの3、4法を確認してからもう一回まとめて戻ってきます。この漢字を使うんですよ、ドン、うん、